平成26年2月7日、阿蘇市内の巻の商店街に空き店舗を改修し、住民や観光客たちが集う施設が完成、コケラ落としが行われました。この施設は内野牧温泉街の中心地にあって、ダンスホールとして使われていましたが、平成24年7月の豪雨災害にあい、 およそ270平方メートルある店内は泥に埋まったまままっったたとなっていましたそのため、内巻温泉街繁栄会の会員が、空き店舗対策の一環として所有者から借り上げて、昨年の11月から改修を始め、室内をきれいにするとともに、外壁には熊本大学の松永匠准教授に依頼して、 先生と学生によって、猫だけの猫が人間に変身していく絵が描かれています。改修工事も終わり、7日夕方からコケら落としが行われ、まず、内巻温泉街繁栄会の岡本宗なる会長が挨拶した後、内巻寄せが行われ、地元の落語愛好家と新内の三遊亭雄之助さんが落語を披露しました。 新しくなった会場には、地元の人たちなどおよそ100人が訪れて、三遊亭雄之助さんらの話に耳を傾けていました。内野牧温泉街繁栄会の岡本会長は、今後、各種イベントなどに使うなどして、商店街ににぎわいを取り戻したいと話していました。